さんこんにちは、フロマスクです。今回はですね、 Steam で発売されているこちらのストームワークスですね、こちらに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらは、海を舞台にしたゲームで、海難救助ですね、それをメインにしたゲームのようです。で、海難救助するための船とかヘリコプターですね、それは手作りで作っていくようなのですが、とりあえず早速やってみましょう。ニューゲーム、シード値とかを自由にやって、あー、キャラクターが、あ、女性と男性選べるんですね。アフロはないと。女性でもないかな。あった。アフロにしますか。あー、帽子とかもあるんですね。意外といろいろあるんだな。あ、これがいいんじゃないか。ヘッドセット。あ、いろいろあるな。でもせっかくのアフロが。あ、いいですね。マスクとかもあんのか、これ。マスクがある。あ、マスクあるじゃないですか。これでいっか。あ、結構カスタマイズできますね。はい。あ、来た。あー、ベッドとかいろいろありますね。ここら辺のものは必要ないのかな？あー、下にボートがあるみたいですね。行ってみよう。船を直せって書いてありますね。はあ、ははあ。あ、来た。あ、これでできるんだ。これがブロックか。あ、ここに置けと。なるほど。あ、面に対してこう変えていけるのか。なるほど。ロジック。うわー、すごい。ああ、これでできるんだ。フロントシート、ザエンジン、オンオフ。これがエンジンボタンになるのか。あ、これをつなげるとオンオフができるようになるってことか。まあ、これで火事、ラダー操作ですよね。これをもう一個にも、そういうことか。ああ、なるほど。エンジンカーのパワーをここに推進力をつなげると。結構本格的な感じでやっていくんですね。はあ。デリバリーザ、クリエイトメディカルサプライトゥーザ、あ、病院に医療用キットを運べ的な感じか。メディカルサプライはどれだ？これか。これを運ぶミッションみたいですね。あ、これでいいんだ。で、F でシートで。あ、サードパーソンビューはタブか。タブで切り替えですね。あー、なるほど。これでエンジンかけて。おお、揺れる揺れる。めちゃくちゃ揺れますね。なるほど。これで向かっていけばいいんだ。あ、ちゃんとアフロマスクが、キャラクターちゃんとアフロマスクっぽくなってんだ。とりあえずはお使いミッションからかな。一人称もなかなかいいじゃないですか。病院、
あ、F で、なるほど、ここか。桟橋がある。バランス悪そうですね、この船。はい、やばいやばい、はい、これで止めて、結構常に揺れてんだなこの大丈夫かな。でこれを拾って、よし、あ、三人称になりますね。すごい駆け足。あー、これで病院に。アフロだ、この人も。はい。あー、これでいろいろと物とかもらえるんだ。これで戻ると。うわ、だいぶ流されちゃうな。怒りとかないの、これ。なんかちまちま動いて可愛いですね。はい、これで戻ってきましょう。これでスポーンさせてみるか。ちゃんと動くかな。あー、でかくなっていくよ。水没してますね。とりあえずちょっとこれで。あー、ライトとか OK ですね。出れるかな。あ、ちゃんと動く。なぜかこう、水没。あ、そうか、水面の高さだからか、ここが。あー、そこまでは自動に水没しちゃうのか。分かったかも。よし、とりあえずですね、こんな形でアフロの文字も入れて、ここにいっぱい荷物が乗っけられるようにですね、してみました。ここを取り払っちゃってもいいか。ちょっとちゃんと動くか確認ですね。おー、おー、色が後ろが重いのか、ちょっとこんな感じかな。これでシートに座って、ライト、あ、これも、あ、つきますね。ああいかんあ、エンジンね、つなげてなかったこれ。あー、直で3番につくようになっちゃったのか。これは設定失敗したな。とりあえず運んでみましょう。おー、アフロ号できましたね。あ、意外といいんじゃないですか。すごいすごい。あ、意外とバランスいいかも。ちょっと縦長にしたらバランスが良くなったっぽいですね。で、エンジンとかをもっと積んでいけばより速くなったりするのか。かっこいいな。ちょっとこれ斜面したい。あ、いいですね、この斜面モードもいいな。アフロ号ですね。速度がそんな出なくなっちゃったのか。これ速度計とかも置けるわけですよね。これがな、反応してないんだよな。ライトの位置も変えた方がいいな。こう両脇とかに付
作っても良さそう。ちょっと前が見えにくいですね、ここにあると。細かく改良できるのはいいな。でオルトをしたままトリム設定もできるので、これで自動でスロットル調整もできますね。あと 1.3 キロ。ああ北側になんかそれっぽいとこありますね。ああここか。これがドックなのかな。ああこれっぽいですね。ちょっと眩しい。よし到着。これで持っていきましょう。これ手持ちライトないのかな。暗っ。トイレとかああこれで朝までやったら時間危ないかな。朝まで寝るか。あエレベーターがあったのか。これ分かんなかったですね。エレベーターですよね。あいいなこれ。じゃあここに3つまとめて持ってくか。こんな感じで持ってってるのかはい、これで、あこれでドア閉めて、あー上がってる上がってるすごいな、結構可動式のもの多いですね。はい、なんかフォークリフトみたいなのあればいいのにな。一応地上の乗り物もできるみたいなんですよね。あここに持ってくればいいんだ。中に何かあんの。発電所、原子力発電所ですね。はい、おお1万1000もらえた。あブループリントをもらえるんだ。これこっち側になんかありそうだな。あくあく宝箱とかないのかな。うわーすごっ。この発電所の中枢やばいんじゃないですかこれね。核燃料棒がこの中にあるってことなのかな。出口戻りますか。スイッチをオンにしてみるか。後ろに今マグネットコネクターつけたんで、はいか、これをオンにしてすごい沈んでるけどなこれもうちょっと高さ上げないとダメですね。コネクターでつなげんじゃないのかなこれ。あちょっと待って、あこういう風にひっつくのか。これひどいちょっとこれ直せないじゃないですか。ボートがひっくり返っちゃった3番。あなんか近づいてきてる。あ着いたかも。
ついたかな。おこんな感じかなるほど、いいですね。ちょっと離した状態でやった方がいいんだな。よし、これで持ってきましょう。毎回スイッチがオフになっちゃうんですね。いいですね、そういう感じで持ってけるのか。あ、できた。ブループリント、ジャイロとかウィンチも、あ、ウィンチいいじゃないですか。これでもういいんだ。3番で解除。はいはいはい、こんな感じでどんどんミッションですねやっていきましょう。